100ミリシーベルト以下はもう幅が広いですよね。1から100までですね。だから100ミリシーベルト以下がどうやって言われても、例えば1、2のレベルと70、80ぐらいのミリシーベルトのレベルと同等に考えていいのでしょうかと。放射線被曝による発がん影響というのは結構直線に伸びますので、低ければ低いほど発がんリスクは低くなるというのはでいいと思いますけど、それで、ただし放射線、甲状腺への被曝量というのは WHO の推計値では若干高くなっているし、いますし、からアメリカ国防総省のデータでもう、これ100日の2日のデータですが、結構高いと思います。私が言いたいのは100日シーベルト以下がどう進むということに関してですね。だからものすごく 数ミリシーベルトはもちろん個人の感受性もありますから、なんか0から100まで一歩から上げて心配しなきゃいけないような印象をおそらく一般の方はですね、どういうふうに思われるんですよね。そこのところをですね、定性レベルは80とか90に比べたらちょっと低いですよね。そういうコメントがやっぱり必要じゃなかろうかなとは思います。私が申し上げたかったのは100ミリシーベルト以下はがんが出ない、これも私はもう本当にたまげましたけれども、そういうふうに、メディアの方もそれから官僚の方とかも結構信じておられるわけですね。これはまずいだと。これでは全然その今日でいうリスクアセスメントリスクコミュニケーションできない、それは間違いだということをまず示さないと、定量的、要するに100ミリシーベルト以下でも被曝線量が低くなれば低くなるほどがんのリスクが低くなるというの議論すらもできなくなるという意味で、まずその間違いというものを正すために若干時間を取ってしまったんですけれども、がんが多発するという表現を使われるんですけども、この委員会の中で100ミリシーベルト以下でがんが発生しないというふうに認識されている方はおられないで、いませんけども、はい、でその中で問題になっているのが、先生のデータでこの資料の中で線形を否定される方もおられるわけですよね。100ミリシーベルト以下にから0に向かってまっすぐ下がっているのに、一直線で線形でがんの発症率が下がっていくということに対して疑問を呈される方は何人かおられると思いますけど、ここの中で100ミリシーベルト以下でがんにはならないっていう議論はされたことはなかった。そうですよ。私はスライドを示して、これ示したように、ここでは皆さん、100ミリシーベルト以下でがんは出ないというふうに言っているのに、はい、その前の日本政府の文書で書いてありますように、世間の人はそう信じているわけですよ。そうとは私は。でも、日本国政府が国連に対して出した文書に、100ミリシーベルト以下の数値の被曝であれば、他の原因による影響よりも顕著ではない、もしくは存在しないと信じられているというふうに出してるんですよ。で、もうみんなそう言って、私はそれはもう聞いてたまげたわけですよ。それでこの議論をまずしないと、政策を見直すという話にはならないだろうと思って、この議論を始めたわけです。存じのように、パブリケーションバイアスというのが世の中にありまして、有意差がなかったというのは論文に普通はならないんですね、そういう研究は。そこをまずはっきりおっしゃらないと、たくさんどの論文もみんな出ているという、そういう議論をなさるのは適切でないと思います。たくさん出てます。ご存知のように有意差がなかったという論文も、もしもしですね、僕は医療現場で小児科やってるんですけども、お母さんが転んで頭を打ったと、それで取らなくていいのに取ってくれという感じで脳外科だけ取りますよ。というのは何かあったときに後で訴えられたら困るかという、医療現場でそういうのがあるんです。今度100ミリ以下でがんが多発したということをですね、あれば今度は何年か後にね、誰かが訴えたからね、集団訴訟して、私たちは小さいときに頭の CT を受けて、どんなこうやって因果関係で訴訟になる可能性もあり得るかもしれない。まあ、それはね、だから100ミリシーベルト以下は、私は否定はしませんけども、
同じレベルじゃないということを、ね、必ず言ってもらわんと、今でも100ミリシーベルトということで、数十ミリシーベルトも同じようにというふうにパッと思われているところはちょっと、こういうふうに言い方をぜひ。その点に関しても、このお示しした論文の考察に書いてあります。しかも日本は、先進諸国の中ではダントツの CT 使用国であるという問題点は、別のランセットの論文に載っています。津田先生にちょっとお願いしたいんですけども、この専門家って10波一から上げにこう書いてあるんですよね、専門家って。で我々から見るとですね、私は放射線生物学をずっとやってきたものなんですけども、放射線生物学をやってきたものでですね、100ミリシーベルトでがんを出ないっていう人はいないと思うし、こう横にいる専門家でも多分そういう反応はないと思うんですけど、一般のマスコミとかですね、他のところで取り上げられる専門家っていうのが本当に専門家なのかっていうような人がですね、いろいろ議論されていると思います。ですから、こういう記述を出すときには、この専門家って漠然とした専門家じゃなくてですね、専門家にも本物の放射線の専門家とですね、放射線の専門家がない人がですね、放射線の専門家みたいなことを言ってる人ということがございますので、ちょっときちっと記述していただけたらと思います。一応専門家と紹介されている人で、核の侵入というか放射線のがんは出ないというふうに、言っている人は知らないです。せいぜい核の侵入というかは分からないという程度で、出ないという程度なんです。でも世の中の人はそういうふうに受け止めてて、日本国のこの国連への回答にまでつながっちゃっているわけですね。それだけのことも言っているわけで、この見出しが不適切でありましたら、また検討させていただきます。専門家と称する方で100ミリシーベルト以下ではがんが出ないというふうなことを言いたげなことをですね、堂々と言って述べてらっしゃる方は過去に何人もおられまして、そういう論文もあるということ、それからですね、非常に人を惑わすようなですね、嘘を言っておられる方もいるということは私は存じております。